総本山第67世日系上人芸家ご教示、すべては正代から、第48条妙法樹寺の位。下諸本仏日蓮大聖人の弟子である我ら日蓮聖宗の相続においての、その仏法上の位について大聖人のご指南を拝する。宗祖大聖人は本人下諸の題目のみを唱え従事する人が、釈尊一大仏教においての華厳経、阿厳経、法灯経、般若経等の諸経の造通別縁の法理を習い納めた聖者や高僧より、その尊い位において遥かに超過して優れ、また真言、華厳、実、念仏等の諸宗の元祖たちに昇出していることは百千万の九倍であると示したも、普通の見方からすれば誠に仏法上の常識を超えた断定である。思うにこの理由は、釈尊仏法中の聖者や各宗の元祖と言われる人々の教法や修士がすべて真実人人の縁の教理に背き、不信不実だからである。また真実の縁についても従従の別があり、言実相対の上の所見として釈門の順縁、本尺相対の上の本門の順縁、主達相対の所見として門弟本人名字の順縁があり、大聖人具足の題目は苦音願書、凡夫即極、即身成仏の無差の順縁である。この教法が超出して優れるゆえに、大聖人の弟子としてただ南無法蓮華経と唱える者の仏法の位は、これら言経言人の略行修行や正しい文章がない方便経によって主情を凶悪する各種元祖に比べ、正直無比の実大乗の人であるゆえに、数千万倍優れると仰せられるのである。さらに重大な意義がもう一つ拝される。それは、信心をもって題目を唱える者は下諸本仏宗祖大聖人の弟子という尊い位である。最高最上の教法である本人下諸の南無法蓮華経をただ一人初めて唱え、一切衆生に進めたもうた前代未聞の法華経の行者、末法出現の無差三尋如来のご等体、苦音願書自治有のご内証をご本尊に表したもう大聖人の題目を信行する者は、一文の理解のないものであっても本仏の直弟子であるゆえに、その位は多宗厳門の高僧壇の図に対しいや勝るのである。また大聖人の凡夫極速の仏法の功徳を享受して、弟子一同もその身そのまま即身成仏の本懐を成就する。多宗の者にはこの即身の功徳を全く書くゆえに、それらに昇出することは百千万の九倍なのである。題目信行の人々は自己自身が大聖人と一体となる功徳をそのまま受け、このような仏法最上の位を得るありがたさを自覚し、さらに信行の力を増長したいものである。